皆さんこんにちは。今日はこのトヨタの200系のハイエース、これ令和3年式のモデルになってくるかと思うんですけれども、こちらの車をお借りしています。で、今回なんですけれども、こういう商用車系の車で長距離移動をされている方ってすごく多いんじゃないかと思うんですけれども、見ての通りなんですけれども、ナビなんかも、もちろんついていて十分なっていう考え方もあるかもしれないんですが、やはり長距離移動をするっていうことになると、少し装備として不足している部分っていうのがあるという考え方もあるかと思います。で、今回なんですけれども、こういった商用の車、自分の車でしたらAndroid ナビ等を付け替えちゃえばいいかもしれないんですけれども、自分の車じゃない場合で会社の車として使っているというケースもあったりすると思うんですけど、そういった場合にオーディオをもうちょっと良くしたいよという要望があるかもしれないということで、今回は当チャンネルでもよく紹介してるんですけれども、一瞬で Android ナビが使えてしまうあるガジェットのご紹介をしていきたいと思います。はい、それがこちらになるんですけれども、こちらなんですが、こちらはカープライドの製品なんですけれども、私のチャンネルでも今非常に人気のあるポーダブルナビになっています。で、今回はこれ W901 プラスということなので、 Android ナビにバージョンアップされている仕様のものとなっております。こちらのご紹介を今回はこのハイエース200系でご紹介していこうと思います。で、もう、これ、両面テープで今貼り付けてるんですけれども、さらに、自分の車じゃないという場合もあったりすると思うので、吸盤タイプのものもあります。それをフロントガラスに取り付けるすることもできます。で、このハイエースに関しては、このダッシュボードの奥行きが非常に狭くなってますので、付属の吸盤タイプのマウントを取り付けても全く違和感がないかなと思います。で、まず、ポンと、取り付けができるということになります。通常ですと、以前ご紹介した Android ナビなんですが、自分の車とかですと、こういった、通勤タイプの、これはアトットさんの S8 なんですけれども、こういったものを取り付ける方も多いと思います。で、ハイエース個人所有で乗ってらっしゃる方なんかは、これ9インチとか10インチぐらいのタイプのものを、ここの中にはめ込んで使われるケースっていうのが多いとは思うんですけれども、ただこういった配線作業をしなければならなかったりとか、取り付けがすぐにできないというケースもあったりするかと思います。そういった意味で、これはもう取り付けは誰でもできてしまって、もう瞬間的にインストールが可能であると。で、また自分の車じゃない場合でも使えるということで、非常に便利なアイテムとなっておりますので、設置方法からまずご紹介をしていきたいなと思います。で、このようにもうすでにディスプレイの方は取り付けの方が完了しております。で、シガーから電源を取るタイプのものになっているんですけれども、こう横を見ていただきますと、ここのところに電源ポートがありますんで、ここに配線を差し込みます。で、あとは、付属のこちらのシガーのソケットがありますんで、これをパワートレッドにはめ込みます。そうしますと、Android という画面が出てくるわけなんですけど、これが新しいポイントになっておりまして、今までのカープライドのポータブルナビっていうのは、Android が搭載されていませんでした。なので、拡張 USB ポート付きの機種に関しては、AI ボックスを取り付けることによって、YouTube とかネットの視聴というのができたんですけれども、今回はこの端末一つだけで、Google とか Chrome、それから YouTube、ネットの閲覧というのができるようになったというところです。そこは非常に大きなポイントになっています。
で、このままですとネットっていうのは使えなくて、もう一つご準備していただかなければならないものがありまして、それがこちらになりまして、このポケット Wi-Fi ですね。これがあると非常に便利になります。で、これもしっかりと対応できるようにうまく作られておりまして、このハイエース自体はなんと USB ポートがありません。なので、このポケットチャージ Wi-Fi、 これ内蔵バッテリータイプなので、まあ、バッテリーがある間はもちろん使えるんですけど、バッテリーなくなっちゃったらネットが使えないということがあったりするわけなんですけど、そういったこともしっかりと考えてありまして、この横のところなんですけれども、これはもうネットができるタイプのものになってますので、これ USB って拡張ポートではなくてチャージ用の USB ポートになります。で、これを先ほどのポケットチャージ Wi-Fi の電源用として使って、で、まあ、このような形でインストールするだけということになります。で、このホームボタンを押していただいて、で、ここのアプリリストっていうところの設定ですね、ここを押していただいて、あとはこれも AI ボックスと同じ容量になってくるんですけれども、この Wi-Fi の接続画面を開いていただきます。はい、そうしますとこれがポケットチャージ Wi-Fi になるんですけれども、接続済みということになります。で、またホーム画面に戻っていただいて、で、アプリの画面です。で、例えば YouTube 見てみたいと思うんですけれども、はい、このように YouTube の閲覧というのができるようになります。はい、こういった形で見ることが可能であるということになります。で、ここで気になった方もいらっしゃると思うんですけれども、ネットが見れるのはいいんだけれども音声が出力されないじゃないかという問題点があるかと思います。で、また、まあ、音声が出力されたとしても端末の内蔵スピーカーから音声が出力されるタイプのものなんじゃないのって思われる方もいらっしゃると思います。それすごく物足りなさっていうのを感じるかと思うんですけれども、実はもうこれ通常の Android ラビと同じようになっておりまして、Bluetooth 飛ばしっていうのができるようになっています。ホーム画面一回戻るんですけれども、それはどういうことかと言いますと、このオーディオトランスっていうところを押していただくことによって、この 1,2,3,4 通りの接続ができるようになっております。で、これプロと同様で Bluetooth トランスミットって書いてあるんですけども、 Bluetooth 飛ばしができる仕様のものになっております。そこも非常にポイントが高いところになっています。これのメリットは何かと言いますと、車載のスピーカーに音声が出力できるようになるということになりますので、実質通常の Android ナビと変わらない使い勝手になるということになります。そこをご紹介していこうと思うんですけれども、このナビでもそれができます。で、ここの Bluetooth っていうところを押していただくことによって、このところですね、もうこれすでに繋がってるんですけれども、はい、カープライドの -5544 っていうこの Bluetooth の電波の名前なんですけど、これとペアリングをすることによって繋がるようになります。そうすることによって、このカープライドの本体からこのオーディオに音声が飛ばされて、で、このオーディオから車載スピーカーに音声出力がなされるというものになっております。で、もう一つつなげ方なんですけれども、この Bluetooth っていうところを押します。そうしますと、ここにカーマルチメディアっていう表示画面が出ます。で、この上の方のですね、これがハイエースのカーマルチメディアになります。で、これ今もう接続済みってなってるんですけれども、ペアリングする際はここのページを開いていただいて、このカーマルチメディア、これはまあ純正のオーディオになるんですけれども、これとペアリングをすることによって Bluetooth 飛ばしっていうのができるようになって、車載スピーカーに音声が出力
できるようになるということになります。純正ナビの音声上げてるんだけど音が出ないよねっていう場合は、一度ここを押してフローティングボタンで音量を調整します。今回なんですけれども、はい、こちらラブーンから新しいオリジナルの新製品ということで、そうしますと音が出るのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。Android ナビを使うメリットっていうのは何かと言いますと、やはり常に新しい地図情報が得られるというところだと思いますので、そこをご紹介していこうと思うんですけれども、まあ、その場合はこれ今まだ何もダウンロードしてない状態なのでダウンロードしてみようと思うんですけれども、マップ、まあ、これでインストール、まあ、この辺はもう携帯と全く変わらない操作になってきますので、インストールするのをまず待っていただくということになります。で、先ほどマップの方をダウンロードしたんですけれども、このアプリのリストっていうところでここにダウンロードされてますので、こちらを押していただくことによって地図が表示されます。で、またナビとして当然使うことができます。狭山市駅に行きたい、はい、そうしますとこのようにナビ開始ボタンを押すことによってナビゲートしてくれると。南西に進みます。で、例えば、まあ、動画を見ながらこちらの方をナビを表示したいという場合は、まあ、こういった画面に切り替えて表示するということも可能になっています。音声が出るのがお分かりいただけると思うんですけれども、はい、こんな感じで使用することが可能であるということになります。そう、非常に便利なアプリがあるのでご紹介するんですけれども、このアプリリストのところで YouTube Music、 これ YouTube バウンスというんですけども、これがですね非常に便利です。これ私音楽聴くときにずっと使ってるんですけれど、これがすごく便利でして、どうなってるかと言いますと、このように曲が YouTube Music と同じような、はい、こういう感じになってるんですけれども、で今これ著作権フリーの BGM 流してるんですが、このように流しますよね。で、これ一度閉じちゃいます。で、ここのフローティングボタンを押してホーム画面にします。それでもちゃんとこう音が流れるっていうことになります。だからここで表示、動画の表示をしていなくても音が流れますので、非常に車に適した YouTube ミュージックになるということになります。すごく便利なアイテムになっています。で、さらに先ほどのマップなんですけど、このマップを立ち上げながら音が聞けるということになりますので、まあ、日常はこういったマップを立ち上げといて、で YouTube バウンスを使っておいて音を流しておくということもできます。で、またこれ自体はついてないんですけれども、純正で選曲ができるようなダイヤルがハンドルについていれば、これ Bluetooth 飛ばしになってますので、ステアリングの操作だけで選曲するということもできるので、すごく便利で重宝する機能になっているということになりますので、ご紹介をさせていただきました。はい、あとはカープレイ、 Android Auto が使えるんですけども、これ W901 プラスはネットが使えちゃうんで、ぶっちゃけカープレイとかってそんなに使わないとは思うんですけれども、一応ご紹介しておこうと思います。で、ここ Please Open Bluetooth Projection、 ここですね、 Bluetooth Projection というのが出てきますので、ここですね、これ今 Bluetooth 飛ばしになっちゃってるんで、一度こちらの Bluetooth Protection に切り替える必要っていうのがあるようです。これに切り替えます。はい、でホーム画面戻ってカープレイで、ここに書いてあるんですけども、携帯をネイティブ Bluetooth カープライド -5544 に接続して Apple 携帯電話の相互接続を有効にするということになります。一回携帯の操作をしなければならなかったんでカメラを切ったんですけども、もうすぐに
その接続できているのが、まあ、時間的に見ていただいてもお分かりいただけると思うんですけど、すぐに接続ができます、まあ、このようにカープレイとして使うことももちろん可能になってくるということになります。カープレイじゃなくてネットを見たいという場合はここのエグジットを押していただいて、でカープレイ自体も Wi-Fi 使ってますんで、もう一度 Wi-Fi に切り替える必要っていうのが残念ながらあります。でそれをもう一度ご紹介しておくと、このとこですね、まあ、Wi-Fi オフになってます。でここを入れます。で先ほどのポケット Wi-Fi につながります。でホーム画面、はい、そうしますとオンラインに復帰しましたということで、はい、ネットが使えるようになるということになりますので、まあ、カープレイを使うか Android を使うかということで、まあ、両方とも使えるんですけれども、まあ、その際は Bluetooth または Wi-Fi の切り替えというのも必要になってくるよということになります。また起動速度等も気になるところなので見ていきたいと思うんですけれども、出かけている際にコンビニに立ち寄って一度エンジンを切って、でまたコンビニから帰ってきてエンジンを入れて、で起動するっていうようなシチュエーションがあると思いますので確認していきたいと思います。一度エンジン切ります。こうやってうんうんっていう音が新しく追加されるようになりました。でエンジンかけます。Android の表示画面が出てきます。でデバイスの起動中という画面が出てきて、で Android OS が立ち上がると、で Bluetooth も Wi-Fi ももうすでに繋がっている状態になっておりますので、すぐにネットの閲覧もできると。特に接続の操作等も必要なく、普通にタップするだけで、はい、この形でネットが閲覧できるということなので、非常に使いやすくなっているのがお分かりいただけるんじゃないかなと思います。一度再生してみようと思うんですけれども、はい、特に接続する必要というのもないということなので、まあ、すぐにネットの閲覧等ができるようになるということになります。また何気ない新しい機能なんですけれども、このディスプレイオフっていうボタンを押していただくことによって、はい、このような形でカレンダーの表示と時間の表示をしてくれるという機能も追加されるようになったというところも新しいポイントになってくるかと思います。またタップすると元に戻るという形になります。はい、ということで今回なんですけれども、カープライドから新しくリリースされました W901 プラス、こちらのご紹介でした。でこちらは何と言いましても AI ボックスを使わずとも、こういった YouTube であるとか、もちろん Map もそうですし、それから YouTube Music、まあ、そういったネットを使うことができるという機能が追加されるようになったことが非常に大きなポイントとなっております。まあ、AI ボックスまたプラスアルファで買いますと3万円とか4万円ぐらいランニングコストがかかってきますので、もうこの端末一つだけでできるだけ安くまとめたいという方にとっては、こちらは非常に魅力的なアイテムでありますし、またデュアル Bluetooth が搭載されておりますので、車載のオーディオの Bluetooth 機能を使って車載のスピーカーで音声を出力して、通常の 2D の Android ナビと変わらない使い勝手を誇っている。でまたポーダブルになりますので、自分の車だけじゃなくて借りている車でも簡易的に設置して
使用することができるということで、非常に使い勝手の良いポータブルナビであるということをお分かりいただけたんではないかと思います。こちらの製品の詳細なんですが、概要欄の方に掲載しておりますので、ぜひ興味のある方は一度ご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。